はい、ストーリーの方見ていきます。え、熊手、まあ熊手は必要やろな、なんかこういう場所でやるにはな。さてと、集めて束ねて捨てるの繰り返し、まあ女装言うたらまあそうやろな。まあせやろな、もうそうするしかないやろが。まあだけど何？なるほど。あれ？あれって何？ええ。ええー、そうなんだ。美味しさの秘訣ってやっぱそれなのかな。うん。じゃあ相当大変なんやろな。もうキテさんにそういうこと言わせるってことはな。なんか結構コツとかつかめば。まあそうは言うても、いや、逆に平子場さんそういうのやったことない？いや、うん、いや、旗から聞いたらそうなるやろな。でもまあ引っ掛き傷とかそれだら気になるから。べえ、なんかかっこよすぎるんですけど。平子場くん、もう手止めたら全部作業終わんなくなって居残りやで。しゅ、とはいえ居残りになってもええん。お疲れ。じゃあ相当器用なんやるな。んでもこんな行さんあるってことはまあ相当なんやろな。じゃあこの束ねてるやつ全部平子場さんがやったの？たく、じゃあ結構谷さんはね、もう体力ありそうやし。カイ君、じゃ、いやでもさ、やんないとゴーヤ時刻になるよ。ちゃんと言って言うてもてるやん、役に立たないって。うん、言いかけましたけどね。はいで、うん、次の作業はどないな作業やろう。続けて読みます。おい、ん、アトベ様おるの？てめえら、まあここでここでうん、いいらしいけど。ん？結構あるんちゃう？なんかそういう風に誰かが言うてはったけど。ああ、まあでも距離さえ長ければトレーニングにもなりそうやな。やれやれ。そうなん、往復したんか。せやな。じゃあまあ相当やろな。その通りだ。ああ、なるほど。ああ、うん、確かになんか牧場っぽい感じはするから。いやでも今筆を取ったら作業終わらんの？取っちゃう、マジで。いや、え、おらんの？え、お休み中か？あー、だからか、てっきりお休みしとったんかと思った、思ってたわ。せやな。
あ、確かに。おお。この雰囲気だとなんか降りそうな感じはするけど。しかし。ああ、なんか確かに言われてみればそうやったな。うん。はあ。食べたいだけやろ。そのうち身になるんだからその時に食べればええやん。おい。あ、なんかちょっと心配。ああ、じゃあ赤やわ。文句は言うとるんや。なんか真田さんのこととか何か言うてそう。確かになんか多少はなってそう。アトベ、さだってこの間さめっちゃ眠そうだったやんか。あんま こういうところで寝ないでね。いいんじゃねえの。途中で寝たらもう終わりよ。いや、うん、確かにそれは当たり前やろ。もう寝たらもう怒られるやん。いや笑い事じゃない。ちょっと、はい、ということで今回はこれにて以上にいたします。はい、明日はこれとこれを見ていきたいと思います。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。